何 これ回ってますか、えー、多分回ってるんでしょうということで始めます、えー、こんばんは、えー、5月27日夜8時になりました、えー、ランプラストレイライブのお時間です、えー、今日から毎月27日夜8時、えー、トレイラーニング専門雑誌であるランプラストレイルのこの YouTube チャンネルを通じてライブでお届けいたします、えー、司会はスポーツライターの山田ですよろしくお願いいたします えー、今日が第1回ということで、えー、ちょっと説明をしておきましょう。はい。えー、雑誌「ランプラストレイルは、グースズキの27日に発売しています、えー。トレイランニングの専門雑誌ですけれども、今年2020年ですね、創刊10周年を迎えました。えー、そこで、より早く、よりリアルな声をお届けするために、この4月に、 YouTube チャンネルを開設いたしまして雑誌と動画コンテンツを連動させた新しい試みをスタートさせています、えー、このランプラストレイの YouTube チャンネルはトレーランニングの専門誌が送るまあ山遊びチャンネルということで今日5月27日現在でだいたい20ぐらいですかねもうすでに動画が公開されておりまして火曜日と金曜日 週2回のペースで新作がアップされるということで、まあ、なかなかの更新頻度で、えー、アップしていくチャンネルになります。えー、まだの方はぜひ、えー、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして、えー、その週2回の動画とは別にですね、 雑誌で取り上げた方々、もしくはその話題の方をですね、ゲストとしてお招きして、雑誌の内容を振り返ったり、あるいは雑誌で語られなかったエピソードや秘蔵写真なんかを交えて、ライブでお届けする動画コンテンツがこのチャンネルになります。ということで、もう早速、記念すべき第1回目のゲストをお呼びしましょうかね。すごい、もうコメント欄が、チャットは、こんばんは、こんばんは状態になってますね。 えー、皆さんこんばんははい、聞こえてますか聞こえてますもうお呼びしましょう、えーはい、トレイル業界が再始動するこのタイミングに多分相応しい方と言えると思いますプロトレイラーの横山みねひろさんですこんばんはどうもこんばんはどうもですよろしくお願いいたします横山さんなんかご無沙汰しておりますあご無沙汰しておりますご無沙汰しておりますえー、今日は お忙しい中ありがとうございます。い,いえっいいと,と、ランプラストレールで、まあ、グース月発売ということで、はい、今のところ一応最新号が4月発売号ですね、ボリューム42というものが、まあ、発売されておりまして、はい、なんとそれが横山さんの特集だったと。あ、そうですね、ありがたいですね <laughs> こち、こちらですよね。そですみません、ご自身に持っていただいてありがとうございます。はい ちなみにこれまで横山さんご自身がなんか雑誌とかで特集をされたっていう経験ってあるんですかうんと、そうですね。2005年とかアドベンチャーレースやってる時期とかですとかね。はい。はい、じゃあじ、あとは15年ぶりとかですかそうですね。あと、えっ、ー、とですね、2006年。 の時はあの本当にあの日本テレビさんであのアドベンチャーレース出るに当たってあのもう自宅とか撮影したり、トレーニング撮影したり、はい、それでずっと追っかけていただいたりしたこともあります実際、えーと、発売されて、おそらく編集部から横山さんのところに送られてきたと思うんですけれどもねあ、はい、で出来上がった本、えー、中身見るのって、多分その時が初めてだったんですかね。中身たたのはその時が初めてでした 率直な感想はどうでしたか、ね、ご自身のことがいっぱい書いてあるわけですけどいや、それよりもあの、まあ、私のことをね、書いてくださって、あと、本当にたくさんの方々からコメント、はい、あの、頂い,いて、どうやってアポイントを取ったのかなと、本当にびっくりしたんですけども、結構いろんな方があの横山さんにコメント寄せてましたよね、そうですね、本当にたくさんの方で、本当に驚きました、びっくりしました。いや本当にあれは横山さん、知らなかったんですね全く知らなかったですね。 ああご自身の取材だけは知ってたけれども。あ、そう、私のことは知ってましたあともう開けてびっくりでした。え、あれと思って。はあ。そうあ、今ちょっと画面に出てますね。そうですね、えー。こうやって、全国いろんなファンの方とか、あと昔からのなじみの方とか、本当に、ね、いろんな方があコメントくださってコメントくださってましたね。 あの編集部に,に、ね、はいはいどうぞ言<あ>えあ特にちね千賀屋さんなんかはねなかなかコメントくれないんですよ本当にどうやってアポイント取ったのかなと思ってっマセさんですよねマセ千賀屋さんね本当にびっくりしますやマセ千賀屋さん私も三回ぐらいね取材を試みた経験があるんですけどまあなかなか難しいんですよねあの方を取材するのってあそうですね私もねあの紹介していただけないだろうかとかあのねいろいろあのお願いされたこともあるんですが。 かなり断られたことが多かったですね。ほと,ほとんどですね。はい、いやだからマサさんがあの今回そのコメント寄せてくれたってことなんで、もうこれはも横山さんだったからだろうなっていう,ふういて、ね、い本当にねあり,ありがたいですも、ね、ん。はい。千川さんからコメントもらって。えっともしえー、っとこの本誌ですね。4月発売後ボリューム42、えー、横山さんの表紙になっているもの今お持ちであればそれをお手元に置きながら皆さんご覧になったりとかしていただければなと。 思いますますあ編集部によると、はい、結構評判がいいそうですこのこの号が、はい。ありがたいです、えー、ということで今日はもう横山みねひろさんをゲストにまあいろんなお話をお聞きしようと思うんですがはいおそらく今コメントチャット欄がもうすごいことになってもうすでにコメントがすごいですね。<laughs> あすごい。大体ありがとう。皆さんありがとうございます。まあ今もう早速コメントをしている方々はもう横山さんのことよくご存知 そうだろうなう、ね、とは思うんですが、はいえー、中には、えー、横山さんのことまだそんなに多く知らないという方もいらっしゃると思うので、ちょっと、ねはい、横山さんのキャリアのこと、これまでのことですね、を少し振り返りながら、横山さんとはどういう方なのかということを、まあ、少し皆さんにご紹介しようかなと思いますと、はいで。ちょっと前段でね、横山さんってサッカー部出身なんですね。ねサッカー部出身ですね。はい しかもあの,しあの名門の埼玉の武南高校サッカー部。高校まで、まあ、レギュラーじゃなかったんですけどもよくやめずに続けたなとは今でも思いますね。本当,に当時の武南高校ってかなり強かった時ですし私が1年の時にお正月のあるじゃないですか全国高校サッカー選手権大会で出たんですけども。は 部,部員数とかやっぱ半端ないんですか。百何人いましたね。う<わ>だけど一年の時に最初六十人近く入るんですけども、残ったのは多分十五人ぐらいだと思うんです。ええ。練習が厳しいので。やめてしまう方がほとんどでしたね。はい。きつかったですか。練習。練習きつかったですね。本当に。はあ。まだそのおかげはありますね。あ、そうですか。はい。 ね、今では考えられないですけど、夏場でも、例えば10時から14時、2>, ええ、2時までの練習だったら1回もれ休憩なしです水は飲,、ま、飲めなかったです。出た、そうですね。昔はそうですよね。昔本当そう、ね、んそんなんですね。走ってるつて言らい1時間ずっと僕が僕も部活やってる時とか僕も、ねね、水禁止でしたからね。水禁止でしたね。うわよくやめなかったですね。本当にそういう意味では。ち、ねな,ね、なみにポジションってどこだったんですかいや基本的には、 な何でもやるされキーパーが何でもやら,やらされていかないんですね。やる感じですね。ディフェンスもやったり、<laughs> なんか交代交代、いろんなポジション <laughs> はい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 そい。はい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 。は適はい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 。はいはい。はい。はい。はいどいはいはい。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 っい。はい。いは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 い そうですね、うん、まあそうですねはいとかその辺がねだからその辺が私の世代だとあの国見高校とかが強かったんですよすごかったですねでもそれよりも少し横浜さんはあのー、先輩に当たるのであと提供とかになるんですかね強かった提供高校も強かったですね提供高校と同じ水色の短パン履いて練習出たら先輩とか帰らされてましたね <laughs> <laughs> 帰れって言われて帰るええ そんな武南高校サッカー部出身の横山さんなんですけどもまあ、えー、今のこの、えー、ベースを作っていくのは実はこう大学入ってからあそうですねアウトドアのはそうです、ね、アウトドアの方に入っていくのは大学入ってからということで大学生の時に何の出会いがあったんですか、はい、大学生の時に、まあ、サッカーやらずになんかこうもやもやした感じがあったのでなんかあその当時 スキーが。ちょっと、あの、できたので。はいはい。なんか、いろいろ。雑誌とか、探してる時に。あ、三ラドルフィンズ。ここ、はいはい、自分に合いそうだなと思って、それであの、履歴書を持って。はい。三浦雄一郎さんとかさん、さドルフィンズに持ってって、あの、面接受けたんですけども。はい。はいはい、そこからですね。あ、それは。<の>えっと、三浦ドルフィンズに。はい。入らせてくれる。れみたいなもう、入らせてくれみたいな。まあ、最初はスキーで、本当に。 アシスタントスタッフみたいな形なんですけども。はい。はい。入って、そこからですね、スキーしたり、もうああいう、なんですか、こう、自由な感じなので、いろんなアウトドア、夏とかも子供のアウトドアのキャンプとかもやってたんですよ。うん、そういうのも。そうなんですね。はい。活動しながら、カヤックやったり、海潜ったりとか、アメリカも行きましたね、乗馬、ワイオミング州ですけど、子供のキャンプで乗馬したりとか。へー。 それでも一通り体験することができて。えー、1996年ぐらいからですね、結構積極的な活動されていくと。はいえー、雑誌ので言えば44ページから45ページぐらいに、まあ、横山さんのキャリアがですね、1996年から、えー、去年までぐらいかな、までもう一気にわーっと全部2ページにわたって乗っかっているんですけども、秋田で開催されたアドベンチャートライアスロンに参加したりとか、 はい、アコンカグアに単独登頂したりとか <laughs>。そうですね。まあ、痛い目に遭いましたね、最初。あの、ミラドルフィンズ入ったので、こう、ユーイチローさんに憧れて、もう最初からいきなりアコンカグア、頂上から、はい、もう滑ってやろうと思ったんですよ。えユーイチローさんにアドバイスいただいて、はい。そうしたら、早く行け、早く行けって言われて、 その時、あの、ゆうちろさんに焼肉ご馳走になりながらなんですけども、なんでかって言ったら、はい、もう雪が溶けてなくなるから、とにかく早く行けって言われたんですけど。えっと、登って、山頂まで行って、そっからスキーで格好して降りてくるってことですかそうです,そうです。そのつもりで行ったんですけども、まあもう雪が溶けてなくなってますし、なんか荷物騙されたりとか、現地の。 <laughs> 私にもう、それ取り返すので大変だったりとか、はい、まあ初めてだったので、もう高山病になって頭痛くて、ああ、この写真、にそうです、五千五百メーターぐらいですね。え、これ、アポンカグあの五千五百メーターぐらいですかです、ね。ハイキャンプ、ハイキャンプ、そうですね、五千五百メートルです、ね、本当によく行ったなと思いますね。一人で時期も早かったんで、まだ人いないんですよ。はああ危ないいでですね。<laughs> いやだけどまあ、その前に富士山一人で登って、はい たりとか、はい、まあ前年度にはしたんですけども、だけど海外の登山経験は全くなくて、本当にそれが初めてでしたえ海外初登山がいきなりアコンカグは単独登場っですかアコンカグはそうですね、単独ですね、本当によく行ったなと思いますね。な何歳の頃ですか ?26 か5ぐらいだと思うんです。<ー>はい、で、しかもアコンカグは2年連続行くんですよね。まあ、そうですね2年2回目はあのー エクアドルから入ったのかなエクアドル入って一つ山登ったんですけども、その後、うん、えっとペ、ボリビアに移動したんですね。で、ボリビアの山登りたくて行ったんですけども、はい、天候があまりにもずっとボリビア悪くて登れないので、はい。でも、あ、またじゃ飛行機のチケット取って、えっ、ー、と、アルゼンチンまで行って、去年と一緒だったのですが、まあ、今回は登ろうと思って、まあ、二度目も行ったんですけども。うん。なんと、 同じぐらいの時に、あのデナリも登頂されてるって。あそうですねはいデナリも、あのー、基本的には単独での許可は取,取れないんですけども、2人で許可取って、現地ではもう、あのー、単独で1人ずつで行動させてもらってやったんですけど、まあ、それもデナリの時も、本当にエアーマットパンクして。はい 夜とかま、まあ、まあ、白夜なんですけど、マイナス37度ぐらいなんですよ。寒いんですけども、もう本当にロープをジグザグにきれいに並べて、その上に寝たりして。はいはいはい。まあ、その時も結構痛い、本当になんかトラブル続きで、いろんな大変な目にあったんですけども、だけど、本当に登れて、うん。あの、すごいきれいな景色見れて。 良かった思い出ががあるんです26歳27歳ぐらいの時ってこれはいわゆるもう登山家を目指してたんですかあえっとねめ目指してましたね目指したっていうかあのヒマラヤの8 0 0 0ー方ーを一つでもいいから無酸素で登ってみたいなっていうのがあったんですよなんかはいはい、はい、でそのための準備段階でどんどん上げてったんですけどもはいまあそうしたらちょうどその1998年だなの、はい、えと春に こうスキー場でパトロールの仕事をしたんですけども、アウトドアの雑誌に、今年のアドベンチャーレースレイドゴロアザーエクアドルで開催する特集があって、あのー、なんですか、標高が高い山も列習登る5000メーター、6000メーター、昨山も登るってあったので、はい、あこれは前年度言ってるからチャンスだと思って、はい、その雑誌に載ってた、 事務局に電話をして、まあそしたら、田中さんとこがまだチームイーストインドなんですが、はい、チーム一人決まってないとんでご紹介していただいて、はい、あの、田中さんとすぐ面接して、で、次の次の日に、水なみで25キロぐらいかな、一緒に走って、もうその場ですぐ OK をもらって、もうそこからじゃあもうアドベンチャーレース勝負してみようと思って、はあ、はい。それでアドベンチャーレースに行ったんですかそうですね、はい。 へーそのね、アドベンチャーレースが1998年ぐらいから、そのアドベンチャーレーサー時代っていうのがまあ。ありますはい。えー。もう、みなかみえず住んでもうそうですよね。そっからですね。そのね、翌年かな、1999年のね、メキシコで開催されたあ、あはいはい。スカイマラソンの写真が衝撃的で、はい、ちょっと、えっと、スタッフの方出せます出せますか。<laughs> <あ>これこれ,これ <laughs> あのですね今、今日見つけて、はい撮った、撮ったんですけど、あ,あったんですよ、これ、ビブなんですけども、すごい、当時の21年前。そうですね、はい。うわー、スカイランナーありました、教えてくれたんですね。そうですね、全員、まあ、この投資番号で、まあ、スカイランナーって書いてあるんですけど、その当時のスカイランニングっていうのは、標高4000メーター以上。 もともとは天空を走るっていう意味で、スカイランニングっていう言葉が育ったんですよ。はい,は,いはい、はい、はい。で、本当に、あの、海外のメジャーレースで、まあ、これもメ,メジャーレースなんですけど、メキシコの伊豆田し渡るって、まあ、標高5150メートルの頂上を往復して街に帰るレースだったんですけど、ね。はい、5000上るってことですかそうです。これ標高、ゴール地点2000ぐらいです二2000ちょっとかな。メキシコ自体が標高高いので、 まあ、確か32位か3位ぐらいだと思うんですけどもいわゆる当時のスカイランニングってことですねそうですね、スカイランニングですね。でもう本当に10位以内に入らないとスカイランナーとしても認められないぐらいこう、本当に敷居が高いレースで、はい、スカイランナーと呼ばれる。山を、えー、登るという登山をされてた時とと、今回は、はい、これは、えー、いわゆる山を走るという方に。 初レースみたいな感じですか、海外の初レースです。へこれ、またあのウエアがすごい時代を感じますよね。<laughs> そうですね。で皆さん,、うん、そんなような格好したと思いますね、周りも。これって、当時はえ、別になんかバックパックとかなかったんですか当,当時は規定で何もなくて。 ボトル1本持ちなさいですね、はいあの。腰に1本だけ入ってるんですけど、ね、500のペットボトル、それだけは必ず持ちなさいで、レギュレーションもなかったですね。は<ー>はい。そうなんですね。シューズって何入ってたんですか、この時。この時シューズ、トレーランニングシューズですね、ノースフェイスの。はい、<あ>ただ、昔のもあった,、ね、ったんですけども、以前は、あの今はね本当にもうすごい走りやすいです。最初の頃は、 トレッキングシューズからトレイランニングシューズを作って、どこのメーカーさんも作ってたので、ソールがやっぱり硬めで、うん、曲がらずに、こう、重くて、がっちり、すごい、怪我だけしないような作りですごい重めだったですね、どこのメーカーさんも。はい。いや、時代を感じますね。ねなんかも、しね、もし今、上田瑠が見てたら、どんなさこ,ことコメントも <laughs> らえるのかなっていう、ね。彼はもう最先端の最初から来て、ね、本当に。 走りまくって羨ましいですね。いや、でもさすがの、あの、上田瑠偉も5000メーター往復はやってないんじゃないかな。ねぜひなんかね、あったらやっぱり、本当の、本当のって変かな。やっぱ天空走るレースなので、そういうとこもね、あの、強い選手、どんどん海外の、そういうレースをま、うん、ってもらいたいなと思いますね。へえ、やっぱ強烈なイメージね、そこの思い出残ってらっしゃると思うんですけども。そうですね。え、それからまあ、アドベンチャーレースの方に、えー、横山さんは、はい、 入っていきます。えー、本誌で言うと46ページくらいからですね、はい、これは名優と言っていいのか、悪友って言っていいのか、田中さんと小前さんが <laughs>、あもうそうですね。<laughs> あの、横山さんの言こと言いたい放題言っているっていうページがありまして、あ,あの、先ほどね、ちょっと、あの、お話出てましたけど、ね懐かしいですね。カッパクラブから愛を込めて、 っていうね、これなぜあのアドベンチャーレースに興味を持たれたんですかテレビで木村凪毅さんかな、出てらっしゃって特集の番組があって、はい、あこんな面白いレースがあるんだいろんな種目があってと思って、まあ、それが5日で出,てる出れたらいいなっていうのがあのどっかちょっと隅に残ってたんですけども、まあ、それで本当にたまたま、はい。 実現して、とんとん拍子で、田中さんたちとね出ることになったんですけども、これあれですよね、あの田中さんに、なんか人づてに電話番号を聞いても、電話しちゃった、あそう本人に電話して、で、あのうです、ねあ、会いに行ったってことですか、ね、会いに行きました、みなかまで。いわゆる、<で><っ>はい。はい、面接があったみたいなことですか、それ。面接ですね、面接、だけどどちょっとどんな面接したかわかんないんですけど、<laughs> <laughs> けど、自分も、まあ、あの、 ね、サッカー、私、ある程度は長距離自地震あったし、うん、山もね、登ってるんで、うん、なんかある程度、地震あったんで、これで落としたら見る目ないなぐらいの勢いで、あっ、なるほど。たった感じだったんですよ。でまあ、やる気、なんかそれでいろいろ言ったんで、多分その場ですぐ、田中さんからね、OK いただいたんですけども、本当に。でもう、すごいのが、あの、みなかみ村にもう移住しちゃうんですね。あ、そうですね、あ、みなかみ町ですね、町。町、みなかみ町。はい、移住しましたもうで、もう。昼間は 田中さんとか小前く君たちと一緒にあのパ,ドルパドリング系の練習、利根川で何回も 4, 本4回ぐらいやったかな、多いとき練習して、朝は違います、朝起きてみんなでランニングですよ、だいたいいつも7キロから10キロだったんですけども、も、はい、朝ランが朝ランだけど、ジョグじゃないんですよ,よあの、必ず上りは全部競争なんですよ、<laughs> 短くても長くても。あめちゃめちゃハードな朝ランだったんですか上り全部ダッシュで 競争してで平地と下りでジョギングは済んですけども、そのジョギングがだんだん速くなっていくんですよ。また。<laughs> 朝から本当にだからで空いてる。夕方とかにこのマウンテンバイク乗り行ったりしたので、本当に知らない間にこう競技志向っていうか強くなってて、自分が他のレース出たらあれアウトドアレースですけど、出たら結構、うん、あれなんかいけるなっていうんで、そこから本当にあの競技志向になりました。うん 結構、田中さんや小前さんが言いたい放題言ってるんですけどね、読まれたと思いますけども、田中さんが横やんって言ってますけど、も自分と横山さんの違いを語っているところがちょっと印象的でして、今、3人で飲んでる写真が出てますけどもね、右が田中さんですね、田中将人さん。 はい、真ん中が駒井、えー、さん,さん、ね、いわゆるこまけんさんと我々小さんです、ね、はいまあ。田中さんだけ、もしかしたらあの皆さんあの、クレイジージャーニーで出て、鬼,鬼軍曹で有名になったので、田中さん、その頃からやっぱ鬼軍曹だったんですかいやいや、そんなことないんですよ。<laughs> ん鬼軍曹になったら多分、分あの今の、ね、メンバーが多分若いから、わ<ー>れわれは、ね、本当にもう、田中さんと一つしか違わないし、うんね、いろんなこと言えますし、うん、一緒の仲間っていう感じなんで、そこまで。 でではなかったですねもう戦友みたいな感じ。戦友みたいな感じですね。ね。あの、田中さんがね、まあ、ルールのグレーゾーンをつ,つくのが私は好きなんだと。で、勝負の世界は腹,ぐああ、ね、腹黒くないと勝てないと思っていると。あ,あ、書いてましたね。だけど、横山はそれを絶対にやらないんだって。やらなかったですね、アドベンチャーレースで。まあ、あの、例えば、まあ今だから言いんですけど、2000年に、うん、あの、あ レイドゴラーズのトランスヒマラヤ大会ってあったんですよ。はいはい、で、スタートして、ちょっとして、チームに2頭かな、1頭かな馬、5人一チームで当てがわれるんですけども、はい、人は1人乗るか、また荷物しか乗せちゃ、絶対乗せちゃいけないってルールがあったんですけども、田中さんたちのチームは、なんでかしないけど、馬に2人乗ってたりとかして <laughs>、レースやってましたね。 な <laughs> なんですけどなんかあ横山さん嫌だったんですねそのグレーゾーンを作って言,、ね、言い方してますけどね田、ね、中さんはねまあそこでね2人乗っても1人乗ってはあんまり変わんないかなと思ったんでまあそれだったら <laughs> やっぱりルールがあるレースなんであレースはねルールがあってのことなのでルール通りいかないと、うん、そこでね先生堂々やって勝ち負けがあるものなのでやっぱりルールには従うのが 当たり前かなとは思うんですけども、はい、アドベンチャーレーサー時代で横山さんがもうなんか身につけたことあのってなどんなものがありましたうんああだけどどうでしょうかねその後にねあ今度トレイルランナー時代っていうものが、まあ、横山さん始まっていくわけですけど、はいはあ、アドベンチャーレース身につけたものいわゆるチームですよねアドベンチャーレースはそうですねやっぱチームで あまり気にしないような書き方、あれです。やっぱり気にしてましたね。どうかなと、怪我してないかなとか。うん、うんうん、うん。やっぱり人のことを気にする、気にするという話ですけど、うん、気にかけるようにはなったと思います、アドベンチャーですなんか、田中さんはあの、ものすごく横山さんは自分に対しての責任感が強い人だと。はい、えー。だけど、あまりこう意見を口にしないんだよね、と。 ああ、ね、とね,ね、レース中は、うん、あのー、極力レースに集中したくて、うん、まあ、なるべく、あの、余計な争いごとすると、やっぱり毎回止まってしまうんですよ。はい,はいはいはい。結局、そうすると前に進まなくなってしまうので、はいはい、まあ、もう本当に前に進めたかったので、一つでも順位上げた,た。なるほど。まあ、まあ、争いごとはいいかな。それよりも少しでも早く行きたかったので、 そういう考えで、ね、やってたんですけどいやとにかくまっすぐな人なんだっていうことを、まあ、田中さんおっしゃってて駒井さんが、ねはい、まあ横山もとにかく演じたりしないと裏表がない人だと自分をそれでさらけ出しているとで撮影するんだったらそうやって魂を感じる人でちょっと近寄りがたいような人がいいなってことを駒井さん言ってるんですけどね。はい あのもう昔からそんな性格が変わらないまんまですか <laughs> そうですね、変わらないですね。まあ、よく言われましたね、レース前は。特に取れる2005、20 6、7、8とか、うん、9年ぐらいまでかな。なんかスタート前は声かけられないとか。ピリピリしてる、ね。まあ、よく言われたのピリピリしてるてまあ、なるべく集中したかったのもあったと思うんですけど。いや、でも、あのー、私の、あのー、 かつての横山さんのイメージは、本当に、あの、もうピリピリしてて近寄りがたいというか、あの、なんかちょっと余計なこと言ったら、もう多分、切りかかって殺されるんじゃないかぐらい、<laughs> ピ,ピリピリ感がある方だっていうのは、なんとなく我々多分世代はそういう印象が強いんですけど。やっぱピリピリしてたと思いますね。なんか面白いエピソードが、あの、言ってて、横山さんいわゆるまっすぐさみたいなものをね、語ってるエピソードで、まあ、カッパクラブのイベントで、 あのお客さんと一緒に、騎馬戦をされたとああその時になんかお客さんを泣かせてしまったことがあるっていうかたぶん本気になったからかもしれないですね。<laughs> 勝負事はついマ、マジになっちゃうんですか前はそうですね、なんか遊びでも、そうですね、真剣にやってたと思います、ね、はあ、ではい、ちょっとなんかその真剣さが足りない人がいると、お客さんがいると、そうですね、もっとちょっとちゃんとやっていこうよみたいなこと、たぶ言って。<laughs> 質が <laughs> 当たってしまったかもしれないですね、その当時、えー。そんなアドベンチャーレース時代の、あくまでも練習の一環で、破に出るんですよねそうですね、その当時、練習の一環で出てます、1999年も出てるんですよ、で、うん、2003も出て、2004もそうですね、そこまでは、4までは本当にレースの、アドベンチャーレースのトレーニングの一環ですね、はい。 で、出てらっしゃるんですけど、はい、それで優勝されるんですよね。あ、そうですね。ただ、まあ、あの時はね、あの、本当に石川さんも出てなかったですし。あの、ほんまあ、自分に得意な天候っていうか。直前まで台風が来てて、本当にドロドロとぬかるみの状態で。はい。あのあ、今写真が出てるすね誰も。うん、誰もが走るのが嫌なようなコンディション滑るので。まあ、そういう状況だったから、勝てたのかなと思いますね。 結構そのいわゆるアクコンディションと言われる状況の方が、横山さんはまあ得意というか、好きというかあ。そうですね、得意かもしれないですね、うん、そういうコンディションの方が。まあそれを、まあえー、きっかけに、えー、トレイルランナー時代が横山さんは始まっていくわけですが、はい、アドベンチャーレースからトレイルランナーの方に軸足を動う動く 勝そうと思った理由はあるんですかあ,ありますあの2005年の破切ね日本三角耐久レースでその時は本当にあの連覇ものすごい意識して準備していったんですけどあの隣見た時かあブラギさん出るんだと思って、うん、でラギさん1週間前にキナバル行ってたはずなんですよその時ではい、はい、出ると思わなかったんですけどもだあまあ出るんだなぐらいの感じでまあレースやってたんですけども。 で、途中走ってて、もう本当に50キロ、55キロぐらいですか後ろからこう、追いついてくる選手がいて、わ、すごいな。こんな、ここで追いつか、追いついてくる選手がいるんだと思って、うんうんうん。そこって挨拶しての覚えてるんですよ。あの、あ、カブラギですって言われたんで、あ、横山ですって言って、それのまま。うん、<laughs> そしたらちょっとしたらスピー。それが初対面ですかががです初対面、どっかで会ったことはあるのかなだって、った<も>の初めて会話するの初めて。会話は,はい。あ、どうもみたいな感じで。 二人とも、は拶あいつ、あどうもみたいな感じで、そんでちょっとしたら本当スピードが上がったんですよ。<laughs> で、そっからですね、なんかこう、駆け引きがあったんですけども、まあ、最後本当に、1分差なんで、山なんで本当に200メーターか300メーターぐらいなんですよ。はい。で、最後の、 あの、下りずっと、まあ、ライトが見えるんで、前にいるのわかるんですけども、カブラギさんも時々ライトを後ろに向けないように真っ暗にしたりとか、私は前にわざとこう、ライトを照らしているぞみたいな、近くにいるぞみたいな。はい,は,いはい。わざとかけたんですけども、まあ、前だったらね、そういうので普通、こう、メンタルでやられてしまうはずなんですけども、全然縮まらなくて、ちょっと縮まったなと思ったらまた開くんですよ。 うん、あこの人、強いなあ、メンタルと思って、でもそのまま、ね、逃げ切られてしまって、まあ、私はね全力出し切ったんで、その時本当、完敗だったんですけども、なんかこんなに日本で強い選手いるんだったら、あこの人と勝負してみたいなと思って、トレーランニング専念してみたいなと思ったのが、もうその2005年の11月あ10月ですね、それがきっかけですねこれで株城さんが、いわゆる横山さんライバルとなっていって、2人でまあ切磋琢磨。 されていく本けでい、えー、本紙で言えばいわゆる50ページぐらいからですね、はい、そんなトレイルランナー時代の横山さんのことをいわゆる三浦さんですね三浦勉さんがまあ,あたまたこれも好き勝手で語ってるわけですけど <laughs> 皆さ <laughs> あのー、多分横山はラギを本気で倒したかったんだと思うぜ でしたねはい、おっしゃってましたけども、やっぱそれは本当に思っていらっしゃいましたあ本気で思ってましたね。うん、できれば大きいレースで倒したかったので、破説明はあったんですけど、ね、そこから先、まあ、ちょっと進んでしまうんですけど、UTMB があるもうれもそこで。 倒すっていうのは目標でずっとやったんですけどもまあ我々の世代をまあよくご存知の人も多いと思いますけどもいわゆる激走モンブランとかねえーはい、でもう横山さんが UTMB で6位になった2009年はいえー、もう本当にそれはもう我々はすごくこう覚えているんですけどもなんかその時のトロフィーがお持ちだって聞いたんですが今持ってらっしゃいますあ,<れ>あります,ありますはいもうちゃんと準備してます,これです、ね それ、トロフィーですかこれ、トロフィーです。もう1位から10位の方までは、みんな、<ー>あの、形が違うんですけども、大きさはほぼこんな感じです。1>, はい、1位だから大きいとかないんですけども。はい、あ、そうなんですかいわゆる、えっ、ー、と、トップ10皆さんは大体同じぐらいの大きさのものってことなんですか大体同じぐらいの大きさで、ちょっとあの走ってるポーズが違ったりとかなんですけども、はいはい、毎年。結構重たいんですか手作りの。そう,そうですね。しっかりしてますね。重たいですね。しっかりしてますし。 うん、そのトロフィーはやっぱりあのご自身の中でも、えー、結構思い出深いものですか思い出深いですね、まあ、これ取るのに、ね、2年かかったので、ところがなんですよね横山さん、あのーうん、怪我に悩まされるんですよねそうですね、まあ、れ練習方法が、ね、あのランニング、陸上部入ってなかったので、はい、試行錯誤してやってたのと。 まあどうしてもカブラギさんね、意識しすぎてオーバーワークになってしまって、<laughs> まあ足が痛い中でも、まああとね、ちょっとアドベンチャーレースやってたのもあるんですよ。はい、アドベンチャーレースは足が痛くても痛み止めで我慢して結局メンバーがいるのでやめられないっていうのがあるので、<laughs> それでこう痛みを我慢して続けることがこう当たり前のようなレースだったので、その影響も多少あるかなと思ってるんですけども。 写真が出てたんですけど、うん、2010年に、えー、両足首、はい、のこう外踊骨障害というんですか、そうですね軟骨、ビー玉ぐらいのかな、と両方取って、ちょっとちな取って、後踊骨筋腱ってあるんですけど、それを、はい、ちょっと専用の修正骨ところに、まあ、ドリルでビュンビュンってあるけ付け替えてんですよ、実は。 たと、まあ、痛みもあるんですけども、なんかもう自分の足じゃないみたいで、角度がなん、なんか違うな、なんか違うなって感じで。で手術してはリハビリして、また手術してみたいな、そんなか、こう、負のスパイラルみたいなものに入っちゃった,たい。い、もう完全ですね、負ですね。手術っていうか、まあ、痛み止めですね。痛み止め打って練習して、またやってっていう感じ、3週間後とかなんかお,おかしくなってましたね。それでもうずっとこう、手術した場所の、 感覚も何年ぐらいだっけど、うん、4年半ぐらいかかったかと思いますね、消えるまで、っっも感覚がなかった、ね、ずっとおよそ、うん、10年近く、もう本当に怪我との戦い、そうです、ね、10年近くですね、ちょっと1、1, 2年怪我で、あのー、戦列離れてたっていうのと、ずいぶん違いますよね、もう10年近くっていうと。 そうですね違いますね、本当に。質問をね、結構、はい、き聞いてて、えー、もうそこの話、やっぱり聞きたい方が実はいらっしゃっててですね、すでに事前に質問を送ってきてくださった方の中で、まあはい、半分ぐらいが、ですね本当、その怪我が長かった時、うん、えとどんな気持ちで取り組んでたんですかと。 である方は、えー、これ、兵庫県の勝夫さんって方なんですけど、はい、私も、私50歳ですと、えー、乱歴が6年ぐらいですと、ただ、えー、ここ数年、足に痛みがあったりとか、えー、整形外科の先生に切除したら痛みが取れる可能性があるよと言われたりとか、うんまあ、結構、手術されたりとか、えー、お怪我に悩まれていると、うん。岡山さんもすごい走れない時間が長かったと思いますが、うんえっと、気持ちはどうやって前向きにされていたんでしょうか。 って教えてくださいっていう方がいらっしゃるんですけど、いかがでしたかまあ、それはもうあれですね、冠木さんがまあ走り続けて、レースでね、あの表彰台上がったり、いい成績残してるみて、やっぱり自分も、まあ、冠木さんのおかげはすごいありますね、本当に、ああ、自分負けてたまるかっていう、その思いでリハビリ続けることができましたし、うん、まあ家族も、ね、応援してくれてましたし、まあ、あと他にこう、ほかに関西の方々ったり、あのトレーラーナーの方々が、 あの応援メッセージくれたりしてくださったので、本当にぎりぎりのラインで諦めずに続けられたかなと思いますね。心折れそうになったことはあったんですか心折れそうになったことはありますけど、まあけど雑誌にもちょっと書いたんですけど、まあね、うん、私の場合は別に、すごいね、例え悪いですけど、変な話、まあ、走れなくなっても死ぬわけじゃないじゃないですか。 はい,はい。呂意識するような病気じゃないので、まあ絶対どうにかできるっていう、なるっていう、なんか、確信じゃないですけど、なるんじゃないかっていう、それも思いだけで、あの、リハビリとかですか、あと治療を続けてたんですけど、はいうん。まあよく、 続けられたなとね、今振り返っても、まあ、慌ててたのもあると思うんですけども、うんうん、よくやめなかったなと思いますね。そんな、あの横山さんのことをですね、ある方がちょっとえ映像がありましてですね、ほら、はい、出せますででですすすかか <laughs> どなたですか三浦さんですあえ 三浦さんがおしゃ喋っている映像がありましてですね出ますかね<あ>結構お茶目なところがあるし,あるしまあ、っすぐすぎてま <laughs> っすぐすぎ,ぎてなかなか話が通じないときは通じない <laughs> 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 結構うですよ、ね、あと家族とかに。お嬢、特にお嬢さんとかこ、すごい優しいんですよ、ね。優しいパパで。ま <laughs> <laughs> っすぐすぎて、通じないところがあるって。<laughs> そう、あ、あるかもしれないですね。はい、あ、とにかく、あの三浦さんはです、まあ、雑誌の中に書いてありますけどもね。まあ、不器用で五つの男,男だと。 はい、まあ,あれはじ絶滅危惧種だっていう言い方したので <laughs> <laughs> まあまあそれだけよあの横山さんとの関係性があるからそんな言葉が言えると思うんですがあもうそうですすねねいつもお世話になってま結構あとよあのご家族のことって横山さんあんまり語られないから娘さんにものすごく優しいパパだよとおっしゃってましたし、はい、今回実は雑誌の中に奥様からコメントもらって。 ていたじゃないですかなかねあんなことを言わないんですけどしま,し <laughs> まあ面と向かっては言えないみたいなもの、ね、あそうですね言わないです、はい、その中でねこれねぜひこれをちょっとどういうことっつって聞いてほしいっていう,うちの,あの編集部から言われてるのがですね、はい、娘さんの運動会で、はい、ス,イスイッチが入った横山さんが、はい、障害物競争を本気になってしまって。 はい、えテントの鉄柱に激突したっていう話があるこれ本当なんですか <laughs> あのほ、本当ですね。ただ、それね、あれですね。中国から帰ってきて、鉄や寝てないで、娘の運動会に行って、バットをこう、おでこに当てて10回ぐらい回るは,は,はい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 。あれで目回りすぎちゃったんです、確か。で、全力出したらそのまま。 外側にバ、ね、ーンっていっちゃったんです来ましたの目切りはい <laughs> 一応なんかあの運動会もあの全部手抜かずに本気でやることにしてるのであなるほどはいさすがそこは横山さんですね、はい、なのでやってしまいましたね まあ、多分あの岡村さんね、本当、この10年ぐらい怪我もされてて、非常に苦労されてるのを、はい、実は一番横にね、えー、いてサポートしてた奥様も苦労されたと思うんですけども、はい、そのコメントの中にね、まあ、50代になって、えー、UTMB 優勝を目指すと <laughs> <laughs> 言ったから、もう私、諦めましたっていう、はい、<laughs> コメントがあってですね <laughs>、えー、それ本当におっしゃったんですか私の前では言ってないんですけど、 まああそうでですすねねりがたい横山さんは本当に奥様に、いや、俺、50代で UTMB 優勝目指すっていうのはおっしゃったんですかあ、言いましたね、はい。あそうですか、はいあの。それはもう本気でおっしゃった本気ですね、はい。本気で言いました。怪我されて、はい今、今現在、ちなみにお怪我の状態というのはどういう感じなんですかうんとそうですね ただ、この時期にこんなに走れてるのは、ほぼ毎日走ってるんですけども、何年ぶりかなんですよ。何年ぶり以上ですか。はい。去年はまだ、プレート取ったばっかりだったので、そうですね、走れてないので、本当に久しぶりで、楽しいですね。今日もあで19キロぐらいから走ったんですけども。ああ、それはそれは。じゃあ今、すごく調子がいいと。はい そうですねただまあ本当に今ねちょっと怪我したらなかなかちょっと治療院とかねまだねあの行ける状況ではないのでなるべく家でストレッチしたりとかあのマッサージ機使っていろいろ怪我だけはしないように注意しているんですけども横山さんのですね最近のトレーニングされている映像写真がなんかあるって、はい 言うんですけども、まあ本誌で言ったら54ページとかに載ってるやつなのかな、はいはい、それって出せます出せますって誰に言ってんだって、多分見てる人、思うかもしれないですけど、ね、あの一応裏側にスタッフがいまして、<laughs> 裏側にスタッフがいましてね、えー、あこれ、いわゆる、まあ、スポーツジムですね、あのー、ですね。かみに住んでるんですけど、隣の沼田市に唯一あるスポーツジムで。 今はちょっとねあの、いけないんですけども、やってないわゆるコロナ騒動が起きる前の取材してるときの映像ってことですね。でも、まあ、2、3か月前だということになると思うんですけど、ね、そうですね、はい。えっと、ジムでウエイトトレーニングって結構、実は若い時からされてるって聞いたんですけど、して,してますね、ずっと、はい。まあ、パワー、ねうん、怪我予防と脚力つけるためになんですけども。ね、え雑誌の中でもあの横山さんは、あのウエイトトトレーニングは走るのと同じぐらい大切だって。 あそうです私もね、ずっと続けてきて、それで、あの、結果がね、出た時もあったので、やっぱり今も続けてるんですけども。うんうんうん、どうして、ね、あのトレウェイトトレーニングって大事なんですかやっぱり、あの、普通のロードランニングと違って、例えば距離が長ければ長いほど、100マイルだとあの、必要、必見装備品がすごい多かったりとか、2キロ、3キロ、うん、4キロ、うん、まあね、冬場、 雪が降るような時期だとね、本当に4キロ近くウェアリングとかなので、なるんですが、それプラスね、あの今、本当に下りとか、急なとこ、下ったり駆け下るので、やっぱりしっかりした腰回り、うん、お尻回りか、足回りとか、もふくらはぎも全部そうですけども、あの強化していかないと、あのスピードに乗った下りとかね、あのはい、また耐える筋力がないので、その辺はあの重要だと私は捉えているので、あのうん マシントもう昔から若い頃からもう本当にじゃあこのウエイトトレーニングはずっとやり続けてらっしゃると。はい、やり続けてます。はい、大きな怪我をする前の若い時と、うん、まと今、怪我を克服されてきたこの今とですねトレーニングの内容っていうのは結構違いはあるんですかトレーニングの内容の違いはないですけども。 あのー、しっかり記録してます、今。あの、時計でスマートフォンに落として、はいあのー、心拍数とかデータ見て疲れてるとか疲れてないとか全部出るので、オーバー、オーバーワークになったら、あのー、スピードちょっと落としたりとか、あのー、前よりは管理はするようにしてますね。はあはあ、前は本当にもうがむしゃらに練習したんですよ。2006、うん、7、8とかも。うんうん、本当に、 もう変な話、破手で出る前とか平気で前日、前々日とかに谷川だけ登って練習しに行ったりしたので、なんかそのくらいしないといい成績残せないんじゃないかっていう勘違いがあってですね、ピーキングっていうものを全く知らなかったので、陸上選手がやるですか、え、そう、何、そういうことするんだって思って、教え、<laughs> 教えうん、知らなかった、全く知らなかったです、落とす,落とすことが。 もうオーバーワークもでもうピーキングもせずに、まあ、やちょっと足パンパンにやってる方がもうがいいと思って勘違いなんですけどもそのくらいしっかり直前までやらないとまあそういうこともちょっとね,いいねもしかしたらその大きな怪我をつながった要因だったのかもしれない、ね、そうですね、はいうん、今50代になってみて衰、はい、えは感じませんかっていう質問は来てるんですが衰え。 そうですね衰えっていうよりも、やる気のほうが大きいので、うんうん、そんなには感じないですかね、まうん、いや、あんまり感じないですね。感じないですか、はい、50代で UTMB を優勝という、そのためにトレーニング方法は、 どんなことが見えてますかっていう質問もありますねどんなことが見えてますかと言うん小前さんからアドバイスもらったんですけども練習とかで100前だから160キロか160キロでゴールだからだめなんじゃないのって言われてそれ最初から200キロ走る 2 0 0キロのレース走るのを目標で練習した方がいいんじゃないのってアドバイスもらったんですよ。はい,はい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 。確かにそうだなと思ってそう、そうするとね、その練習しとけば実際レースで余裕が持てるので、ちょっと気持ちを変えて、なんかそういうのも今までやったことないことなんで、なんかそういう取り組みもできたらなと思ってます。あと、その、まあ、今年はね、特にこの冬、えー、春、 この上半期ですね、まあ、この新型コロナウイルスの影響で、すべてのレースが中止になって、はい、まあレースをモチベーションにされているランナーって、すごく多いと思うんですよね。あそうですね、えーまあ、横山さんの場合は、この半年とかいうレベルじゃなく、も,もっと10年近く、ですね怪我というものを抱えながら過ごしてき、はい、いらっしゃいましたけど、はい、モチベーションはどうやってキープしてたんですかっていう質問もありますね。あ怪我した時のですかはい ああ、怪我した時のモチベーションはもう絶対復活して、また、もうね、その時カブラギさんも、ね、あの、ビッグレースで倒すの目標でずっとやってましたね。うん、はい。それがモチベーションの一つ、うんうん、モチベーションの一つですけども、はい,はいはいはい。本当にカブラギさんのおかげですね。なるほど。カブラギさんいなかったら、あんなモチベーションも保っててなくて、まあそうですね。うん、それもあって、 だからリハビリ続けられましたし、うん、もしかしたらやめ,やめてきたかもしれないしね、いなかったら。うん、あとは普通、多分一般の、ね、皆さんのよくある質問かもしれませんが、100マイルレースを走りたいと思っていますと、うんえー、UTMF とか UTMB とかも目標にしてますと、はい、100マイルレースを走るために大切なトレーニングって何ですかっていう質問がありますね。 なんでしょうね、本当にまあトレイルランニングを本当に山,山がね好きになるような毎日た走って楽しいと思えるような練習をするのが継続できるような練習するのが一番いいと思うんです私も厳しい練習はしてるんですけどもやっぱり山にいるのがすごい好きですし、はい、今日やって練習楽しかったなと今日も思えたのでまた明日も続けられるような次も続けられるような 練習をし続けていければ、自然と長い距離もね、乾燥、うん、できるようになりますし、そういうふうに取り組んでいけばいいと思うんですけども、ね。今年横山さん、はい、まあ中止になってしまった UTMF に出る予定だったって聞いたんですかあ出る予定でした。はい、結構それは、えっと、狙ってったんですか、レースとしては。狙ってましたけど、今走ったらどうかな。うん、うん もう感覚ではそうですね。20位とか30位ぐらいの間ぐらいかなと思うんですけど、なんか表彰台立てなかったんじゃないかなあ、そうです。で、なんか。うん、そんな甘いもんじゃないですはい。聞いたところ、その UTMF が中止になって、うん、もしかしたら良かったのかもしれないっていうことを思いました。あ、思いました。はい。逆に、まあ、こういうふうになって、気持ちを切り替えて、あ、もう一度、 なんだろうランニングっていうかトレイランニングのベース、自分の体の基礎的なことを作り直そうという、なんか気持ちに切り替えられたので、うん、切り替えて取り組む、まあ、運命ですけども、慌てずに。まあ、逆に、いい風に捉えてるんですけども、ま,あ、またね、はい、慌てて、こういう t m f 出て、次出て、出てってやったら、もしかしたらね、怪我し,してたかもしれないので、いい意味で捉えてるんですけど、今の時期。 UTMF が中止になって、まあ、しかもあの、まあ、緊急事態宣言ですか、はいえー、というもので、まあ、日本国内が2か月ほどこ,う <laughs>、えー、なこんな状況でしたけれども、はい、その間っていうのは、どんな過ごし方というか、トレーニングをされていたんですかそうですね、ストレッチしっかりやって、まあ、あとはあの、ちょっと皆さんが住んでいる場所とね、私、みなかみに住んでいるので、違うので家出たら、ほとんど誰にも会うことを。 ない環境なので。そうですね。あの、みなかみはやっぱ、はい、お世辞にも都会ではないですよね、はい。都会ではもう人ね <laughs>、人口少ないので、あの、まあ、あの、口と鼻だけ覆って、あ、マスクみたいなものはマスクはしてます。はい。はあはあ、もしかしたら誰かに会うかもしれないで。まあ、それで走れたので、自転車乗ったりとか、まあそういうのを続けてました。うん、じゃ結構なんか基礎トレーニングじゃないですけど、土台作りできたみたいな、そんな機会に続けてますか、ね、そうですね。土台作りできたこんなに、はい、しっかり。 それはちょっとまあ、怪我の巧妙って言ってるのかちょっとわかんないですけど、不幸幸いだったみたいな。そうですね、うん、いいふうに捉えてるんですけども、自分ではまあ、そういう意味でも本当に UTMF が中心になって、はい、まあこういうコロナのこともあったことが、いはい、今の横山さんのこう体作りにはプラスになっていると。そうですね、プラスに捉えてます、はい、なってます。ちょっとね、未来の話に少し、結構もうだいぶお時間来てるんですけどね。はいえー 多分コメント欄がピタッと止まったのはみんなき聞いてるのかな大丈夫かな、はい <laughs> えー、雑誌の取材時、今年はオマうんですかはい。に、えー、行こうというふうに定めていて、で、来年 UTMB で上位を狙うというようなことを、はい、まあ語っていらっしゃったそうなんですけど、まあ今年ちょっと思い描いてた計画は多分少し変わったんじゃないかなと思うんですが、なんか、これから以降、 どんなな計画にっっていらっしゃいます、はい、これから以降、夏、全部夏以降なんですけれども、10月の、はい、えと最終週ですか、ソウル100系、エントリーというか、まあ、こういう状態なんで分からないんですけども、はいはい、で次に、えー、と中国の支店である、去年出たんですけども、あスグニャンのところで110キロ出て、あと12月に、えー、とオマーンのバイユーティムビーカ150。はい エントリーしたんですけども、はい。ただどうなるかね、わからないんですけども、はい。まだ何もアナウンスはないんですね。アナウンスないですね、オマンのは。はい。どこも3つともないです。はい。その3つ全部狙いに行くんですかそれとも何か1つ、オマーンを標準に絞ってるんですかオマーンを標準にしてどんどん上げていければなと思ってます。はい。もちろん、はい、オマーンで優勝を狙う。狙いたいですね、はい。は<ー>そして来年 UT、UTMB。UTMB で、その前に。 UTMF もあるんで、あ,<ー>あったら、はい、出たいですね、走りたいですね。未来ですね、50代で UTMB 優勝狙うって言って、はい、まあ、えー、オールドファンの方はご存知だと思うんですけども、まあ、UTMB を58歳と59歳で2連覇したっていう伝説の、まあ、ランナーがいらっしゃって、マルコ・オルモと。 はい、いう選手がいて、それやっぱりその方っていうのは一つの大きな目標にはなっていらっしゃいますかあなってますね、やっぱり一緒に2009年の時は少しだけスタートして、最初のゲレンデン登りで走ったんですけども、追いいてかれて、その時山県、山本選手もいたんですけども、マルコルモだとちょっとついてこいようってなったんですけど、えー、2>, 2人とも置いてかれて、えー。えー <laughs> なんかあの上りでも上下道が少なくてあエスカレーターこうスーッと登っていくような感じで無駄のない動きをしたのでああいう無駄のない走りが走りができればまだまだいけるんだなというのはあの時感じでなんか衝撃的でしたねあの選手の場に誰も寄らないんですよあ,あ,、はい、あそうなんですか俺も出てますね近寄れない雰囲気があってあ<ー>びっくりしました こうまあ、いわゆるキリアンジョルネがまだ出てくるちょっと前ですね、そのマルコ・ロモが2連覇したっていうのが、そのマルコ・ロモのように、UTMB で50代で優勝する。いや,ね、やってみたい、もうね、人生一度きりなんで、なんか思い切ってチャレンジしたいなと思って、うん、悔いがないように、やってみたいなと思っていや多分すごい応援してる方いっぱいいらっしゃると思いますよ、もう。 えー、ちょっといろいろ質問コーナーも来ているので、質問いくつかちょっとしましょうかね。はい、えっと、加納さんという方、はい、昔々、三浦雄一郎スノードルフィンズのスキーのアルバイトをしていた仲間です。すはいはい、横山さんのキャンプネームは友蔵でした。<laughs> そうですねあの <laughs> 髪の毛が ボーあまあ、髪の毛っていうか、坊主の時に、顔がちぃまる子ちゃんのおじいちゃんに似てるので、ね、友蔵っていう、まあ、あだ名があったんですけど、えー。はい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 、なるほど。えーね、質問ですと、狩、え、野、ー、さん、質問です。はい痛みのない完全体の体、膝で本気で走ったら、モンブランでタイムどのくらい出しますかまあそれで練習できたら。 21時間の前半とか20、二十時間いけるかなだけど20時間台とかいけたらなと思いますね。うん。はい。まあ多分そのくらい出さないと無理だと思うんですよ、ねうん、まあ今ね、だいぶ高速化してますもんね。高速化してるんで。そうですよね。え、千葉県の風間さんって方です。はい。えー、 峰弘さんとはセミナーで群馬や奈良でご一緒させていただいたことがありますと。はい。その中、膝を痛めてしまい、以前のように走れなくなってしまいました。医者からもう治らないよと言われましたと、うんえー。でも絶対もう一度走るんだという気持ちリハビリに励んでいます。えー 峰弘、はい、さんを見ていると、その思いの強さ、感じてすごいなと思っています。リハビリされていたとき、どんな思いだったんでしょう、どんな気持ちでいらっしゃったのか、そして今、何を思うのか、えー、ちょっと聞かせていただけると嬉しいですって言ってますね。うん、ああ、分かりました。えっ、ー、と、いや、だけど、リハビリ、どんなこと思ったのかうん。いや、もう、あの本当に治して、絶対走るっていう思いだけで、 毎日んですかあの、ゴムチューブバンドとかずっとそんなようなことしかできなかったんですけども、やったりとかして、うん、本当に単純作業をずっとやったので、ただまあ本当に、直してもう一回走る、あの、対決したいという思いで、本当ただそれだけでリハビリがね、続けられたんですけども。うん。まあ今はね、本当に、走れるようになって、走ったりも自転車乗ったりとか、 体がね、思いっきり動かせること自体がすごい楽しくて、わやっぱトレーラーにグッと気持ちいいなと思うスポーツですし、はい。まあね、あの、冠城さんね、まあ引退したっていうか変ですけども、まあ、退いて、こう、まあ目標というものがね、一つはなくなってしまったんですけども、ただ自分の中ではまだ目標があるので、はい。まあ、それに向かって本当に、まあ、健康がね、一番なので、うん。本当に大きな怪我しなく、怪我することなく、 で思い切って練習して思い切ってレースできたらなと思ってます。まあそういう気持ちであの取り組んでます。はいはい。はい、それから兵庫県あ違うこっちら大阪府のスライガーさん。はい。私55歳になりますと。はい。30代40代と違い内臓系が弱くなったなと感じています。うん同じ50代の横山さんは内臓系特に胃腸とかいわゆるトレードと上下動がありますよね。ああですね。はい。 その食べられなくなったととか、えーうん、胃腸の刺激対策みたいな、なんかやってますかというご質問ですねそうですねあの、胃腸対策というか、うん、まあね、あの練習必ず何か補給しなきゃ、距離が長ければ長いほどあの止まってしまうので、食べるものは工夫して、ちょっといろんなメーカーさんで、 なかなか言うのは難しいんですけども、結構ありとあらゆるメーカーの自分で買って試して、はい、あのー、比較的こう、なんだろう、内臓が弱かった、まあ私もそうですけども、まあいけるような薄味のものもあるので、それで、あのー、今、レースに中取ったりとか、あとは、そうですね、あのー、そのジェルを、 水で薄めたりして、あの、取ってます。そのまま取らないで、シェイクして。やっぱちょっと内、難しですね。あれですかあの、横山さん、そ強い方ですか弱い方なんですかいや、強普通だとは思うんですけども、うん、あの、まあ、その辺でトラブルがあるとレース終わってしまう、止まってしまうので、そういうトラブルがないように、あの、まあ、最初からそういうふうな工夫はしてます。 工夫してやって、ただ、うん、薄味のものにしていけば、練習はトラブルがかなり減っていくと思うんですが、あとは固形物も、ねはい、食べると、やはり内臓の方に負担がかかってしまうので、なるべく固形物じゃないもので、流動系のものであのエネルギー取れるような工夫していただくと、よりいいんじゃないかなと思うんですが。なるほど。うんえー、じゃ最後ですね、これね、質問というより、メッセージですね、うんはい、奈良県の松田さんって方です。 はい、戸塚村でコヘチトイレルジャーニーの大会事務局をしております松田ですお世話になってます横山さんご出演されると伺いメッセージをお送りさせていただいております、はいえー、毎年10月の、えー、戸塚村の大会で本当にご尽力いただきありがとうございますコ、えー、ヘチを走り終え会場に帰ってくる選手を迎える横山さんにはいつも頭が下がる思いです真摯な姿にいつも見習いたいと思っております 横山さんのおかげで、えー、大会も成長しています。えー、今年コヘへトレイルの開催はコロナの影響で未定ですが、はい、まだまだ諦めないと、ギリギリまで頑張りたいと思います。また戸塚村でお会いしましょう。はい、楽しみにしています。と。ありがた、はいもう。私も楽しみにしています。はい、戸塚村のコヘじトレイルジャーニー、はい。毎年ねあの、行かせていただいているんですけれども、すごく、はい、あのいいところで。 ね、皆さん人も温かいですし、本当にね、一人でも多くの方がね、あの参加できるような、ね、雰囲気になっていただければあの、ね、状況になっていただければいいんですけども。ということで、まあ、えーまあ、一つの空気立として、非常事態宣言というものが一応、まあ、解除されてですね、これからその、 いろんな条件付きではあるでしょうが、まあ、少しずつレースだったりとか皆、はい、さんこう生活も含めて再始動という形になっていくと思うんですけどぜひ、うん、あの福山さんのこの小平知の大会も開催ができたら行っていただけたらなと、ね、そうですねはい、はい、さあもうこれでだいぶだいぶもう皆さんからのご質問も大体、えー、いい読み上げましてちょっとですねここでですね 横山さんには内緒にしてたものがあると編集部が言ってましてしい、まあ、三浦さんのやつももう完全にドッキリみたいな感じでしたけど、そうですね、えー、ちょっともうお時間もだいぶ、ね、あれなんですけども、はい、最後にそのて見ていただきたい、はいえー、動画があるというので、ちょっと横山さん、見ていただければと思います。 おー,ー応援してまーすありがとうはい、来たでーす峰広さん、ガンバでーす応援してまーす頼んだよ峰広 <laughs> ありがとうごチャレンジ<わ>応援してます <laughs> いやありがたいです、皆さん、本当に。今のあれは大阪城かな,、ね、かなそうですね、大阪城ですね。あれは峰弘さんの昔からのお仲間というか、ファンというか。いや、もう、はい、毎回来ていただいてる、応援してくださってる皆さんですね。まあ、本当に応援があるからね、あの、うん、続けられているところもあるので、ありがたいですね。はあ。 なんかすごいなんかめちゃめちゃいっぱい書いてた。あれ、長谷川さんかな長谷川さんですね。はい、正代さん。ありがたいです。正代さん。正さんんあいや、<れ>本当ね。ありがたいですよ。自分のほうがね、大変なのに。頼むで、<ー>横浜ヒロって書いてますね。<ー>これ僕が読むとがええエセ関西弁になって、あれですけど、読んでみましょうか。開会式なみんなと一緒の頭しか見えへんところはあかんで。<laughs> どういうことですかやりすぎはあかんで。体壊さんといてやって。 トレイルランナー横山ですって電話くれるやんかいつも知っているって心の中で突っ込んでる80歳過ぎてもトレイルランナー横山ですって電話してきてや <laughs> 最後に全力の峰広さんいつもありがとうやで長谷川雅さんですね <laughs> ありがとうございます <laughs> <laughs> そうですよね いやー本当あの、やりすぎて壊さないようにします、体。<laughs> そうですよねよく言われるんです、本当、ぼちぼちが一番いいよって言われるんで。ああ、そうですか。はい、ぼちぼちいきます。えー、はい。えー、あ、戸塚村行きたい。頑張れ戸塚村っていうコメントも来てますね。もう、もう終わりですかすいません、終わりです。<laughs> えー、<laughs> そろそろですね。まあ、すもう予定の時間をもう過ぎちゃっていますけれども。ね、はい。えーうん、あと一人、二人、もしこの。 YouTube のチャット欄でもし何かね、質問あれば取り上げてもいいんですけど、勇気ある人いますかね <laughs> と言ってすぐパーンとこう質問を投げるような人がいたら面白いんですけどね。うん、いますかね、うん、お質問に答えていただいてありがとうございます。たかゆきさんって方。うん もちもち行こうかって、はい。<laughs> やっぱ横山さん、すごく自分のまっすぐな方だから、やりすぎてしまうっていうか、ブレーキをかけないといいますか、アクセル全開で行きすぎてしまうというところが昔からちょっとあるんですかね、はい。うん、多分あると思います。だからこう、ね、怪我が多いと思うんですけど。で、皆さんがぼ<ー>もちぼち行こうやって言ったりとかす、ね。すごくかけるのが難しくて。うーん。 ね、やっぱり皆さんねすごい練習してるのを知ってるので、まあ、そういうのもあってつづ、うんね、やってしまうところがあるんですけどうん応援してます平塚組をみんな応援してますありがたいですあ自粛で本屋行けてなかったので4月号買いに行きますナイスマンナイスマンナイス <laughs> そうですよあの 横山特集ですからね。横山峰弘特集ですからね。いや、本当ありがたいですね。えすいません、5時。<laughs> 髪型似合ってます。あ、そう、髪型のことをちょいちょいね、あの、コメント入っていましたね。横山さん、パーマかけましたパーマかけましたけども、これ4ヶ月以上、あの、切ってなくて <laughs>、自分で切ってんですよ、これなんか<あ><私>あ。そうなんですか。はい。なかなか、今、髪切りも行くのもね、難しかったりしますか、ね、そう言ってないんで、はい。 あ、工房トレイル来年行きます。工房トレイル今年ね、そうですね。そうですね、もう、ね。レースはね、だけど、またね、うん、落ち着けばできますので、皆さん、走れるとこで、ね、うん、うまく走っていただいて、健康が一番なんで、ね、無理せず、今はね、健康のためにね、あの、ストレス発散のために、こう、うまくね、あの、ジョギングしたりすればいいかなと思うんですけども。うん,う,んうん、うん、うん。 そうですね。じゃあ最後にですね、まあ見てくれてる方含めファンの皆さんにですね、ちょっと横山さんからメッセージをいただければなと思います。あメッセージはい。あの本当に今までねあのなんか応援してくださっている方々に本当に感謝申し上げます。またあのいろいろメーカーの方とかもう三浦さんはじめいろんな方々がねずっと応援してくださったので、今度はねあの走れるようになったのであの本当に少しでも元気よく笑顔で いい順位でゴールできるレースをね、続けていきたいと思いますので、あのー、これからも皆さんと一緒に、あのー、楽しく走り続けていけたらなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今頃になって急になんかメッセージがバンバンバンも来ましたね。はい、<laughs> あ、サポートされてきた奥様に一言しって言ってますね。<laughs> 言えますか、今。<laughs> いや、本当にあの、これからもちょっと迷惑かけると思うんで、あのー、 よろしくお願いいたします。<laughs> はい、えー、このランプラストレイルライブ。第1回目の。記念すべきゲストがですね。横山さんということで。いや。あの、本当に。あの、こんな夜遅く、遅い時間までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えっ、ー、と、本日のゲストはプロトレイランド横山の峰洋さんでございました。横山さん、本当中島。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。本当に皆さん。 あ、ご協力いただいたご家族の皆様にもよろしくお伝えください。はい、お伝えいたします。はい、しくありがとうございました。ありがとうございました。はい、ともです。はい。えー、っと、ちょっと告知言っときますか。出ますか。えー、はい。次ですね、えー。次回、6月の27日土曜日。 同じく夜8時予定しております。えー、毎月27日に、えー、夜8時にやろうと思ってるんですが、来月のテーマはですね、レースですね。レースはいつ開催できるのかっていうことをテーマに、お二人のゲストも決まっております。えー、な長野県を中心に、数多くのレースを手掛けている KTF、北品のトレイルフリークスと、ネイチャーシーンの代表でもあります大塚浩二さんと、 九州で数多くのレースを運営されています、ユニバーサルフィールド代表の高木聡さん、お二人に来ていただいて、もうレースのことをお聞きしようかなと思います。特に全国でね、やっと非常事態宣言が解除されて、レースを心待ちにしている方、すごく多いと思いますが、レースは一体い,いつ開催できるのか、えー、レースオーガナイザーのこのお二人に直球で、えー、生ライブでお聞きしようかなと思っていますので、来月も 楽しみにしていてくださいはいということで、えー、第1回ランプラストレイライブ、えー、プロトレイーラーの横浜田美恵博さんでお届けいたしましたそれではまた来月お会いしましょうさようなら ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ戻りました。ありがとうございました。ああありりががととううごござざいいまましした。た。よいしょ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。横山さん、ありがとうございました。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 あ戻りました。 よいしょ。や完全に終わったのかな。な冒頭がバタバタしちゃいましたね。すみません。なんか <laughs> <laughs> あそこはやっぱちょっと難しいな。ちょっとやりたなんか、あの、いや、あれ、タイミング、多分、あ、ここかなと思って、僕入ってみたら、なんか。ええ、合ってたのか、合ってないのか、ちょっとわからなかったんですよね。頭が。まだ流れてますね。見た YouTube 流れてます、僕が映ってますか。あれまだ